今薬塗ったんだけど。こんにちは。ジモワリお疲れ様。ちょっとね、痛くて。口内炎、そう、最近しないことをしてたからさ、口のなんかトレーニングみたいなのをやってみたのよ。じゃあ一気に口内炎できた。痛っって感じ。あまりそう口動かさずに喋るね。ねえ、こんにちは。そう、口内炎、口内炎はね、あれよ、もう寝るときに薬を塗るが一番傷がすぐ治ります。笑うと痛い。なんか今日お話がちょっとぎこちなかったかもしれない。そう、治るスピード、あー、分かるかも。前の方が早く治った。今日アイライン長め、なんかストリートだったからそうしてみた。薄くなってるね。でもうん、なんか途切れてるみたいに見えるかも。今日ありがとう。こちらこそありがとう。楽しかったですよ。似合ってた？よかった。勇気がドロン。ありがとう、勇気出して会いに来てくれて。不甲斐ないなんて、そんなそんな、すごい楽しかったですよ。私は初めましてできて。ストリート系よかった。また夜投稿しますね。すごい、全国に出れるだけですごいから、本当にお疲れ様だ。はじめまして、ありがとう。緊張したけど楽しかった、よかった。またお会いできると嬉しいな。ジャージじゃないよ。こんにちは。お話し会話して一日中元気だ。お、よかった。元気が一番だから。ね、通称もあとちょっとだね。カレンダー見たら気づいたら今週でびっくりした。かんちゃん、I love you。 ありがとう、ありがとうございます。こんにちは。さっきーさん、はじめましてかな。よろしくお願いします。こんにちは。ね、通称今週あっという間、やっぱりあっという間だよね。なんかちょっとまだ先だと思ってても。似合ってる？うう、嬉しい、ありがとう。しげちさん、ありがとう。キャンディーかな、ありがとうございます。寝過ごさないかいつも心配。確かにね、日曜土日が多いから皆さん休みの日が多いもん。何時に起きた？何時だろう？めっちゃ早く起きたんだよね今日。早く起きすぎて、早く準備できすぎて二度寝したぐらいには早かった。ねえ、うんうんうん、あら、二度寝しました。おお、二度寝します。二度寝、二度寝、いっぱい寝てください。こんにちは。2時、ありがとう、りゅうさん、ありがとうございます。嬉しい。口開かなさすぎでしょっていうね。朝とかね全然大丈夫だったの。あの一日をかけてね、だん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 痛くなってきたので、あのお話し会の時はそこまであのきつくなかったよ、お口も。あら、ありがとう。こんにちは、こんにちは。
ありがとうございますね。今日も楽しい日曜日になりました。よかった。うーんね、この辺ね、なんかね、一回あんまできないけど、一回できるとめちゃめちゃなんか引きずっちゃうんだよね最近は。うーん、ここ数年で配信どんな感じかな、もう口次第結構口次第ってところはあります。そうそうそう、こんにちは。ねえ、涙で痛いねぴったりくしゃみ止まったの。おお、ほんと、くしゃみね、花粉症とかかな。ビタミンね、なんか最近取りすぎなぐらい取ってたと思ったんだけどな、逆にそれがよくなかったとかだね。フェードアウト、私のね画面ではあんまフェードアウト系じゃないんだよね多分。多分ね、だから皆さんがフェードアウト逆にどこまで映ってるんだろうって感じお、サイン会ありがとう、嬉しい、お名前かけるの。うん、ルーティーンはないです、もうが我慢するしかない。最近いちご食べたね、食べた食べた。真央さんありがとう。ゆうくんはじめましてかな、よろしくお願いしますコーナーに行かなかったのかも、そういうことにしとこっかなねえ、サイン会ね、そう、いよいよ明日からサイン会来るに、楽しみ、すごくそう、ほっと、あ、ほっとくといつかなるもんね、合ってる、その星マークは。カレーいいな、手作りカレー、カレーめっちゃ好きなんだよね私ねえ、黒蜜、抹茶黒蜜わらび餅パイ、もう美味しい、もう美味しすぎてびっくりしちゃうぐらい。私はもうあのお店の前を通るたびに、あー食べたい今日もって思いながらな感じだったそう、塗り薬ね、そうそう、寝るときに塗り薬塗ったらね結構すぐに治るので、今日私はすぐ寝るときに寝よう寝よう、ちちち塗ろうと思いますこんにちは、こんにちはね噛んじゃうと痛いもんねそう、ハマチ食べたい時間来た。私昨日の YouTube 見るたびにハマチ食べたくなる。あのハマチの柵の大きさ伝わってますかね、こんな大きかったの、こんなの、分厚もこんなぐらい大きくて、もう脂身もすごくて、すごいね、あの大将すごくお優しくて、大将さんがあのカメラ止まった後、あれ完食しましたからね、あのスタッフの皆さんと私たちで、あの全て完食しました。実はで、私がハマチ好きだからって言って、あのすごくあのハマチをね、あの食べり食べりって皆さんもね言ってくださって、メンバーもねみんなも言ってくれて、あの大将さんも、もうこんぐらい、あの一貫のハマチの分厚さも 1.5 センチぐらいの分厚さのハマチ握り寿司になってたりして、もうこんな贅沢なハマチ寿司は初めて食べたぞってぐらい幸せでした。あのお店とかだったらさ、大体薄さ決まってるじゃん、もう目の前で切ってくださるから、あの分厚めのシャリ少なめで作るねとか言ってくださってて、もうすごいね、あの最後の最後までハマチいる？ハマチいる？ってたくさんね、なんでやばい、ちゃん興奮しすぎて口開きすぎたすごい、あのそう、超
超超超超超美味しいハマチ寿司でした。見たい口もう幸せすぎた。いろんなねお寿司のネタがあって、大トロとか中トロだったかな、大トロだったかな、いててててて足しびれてる、いたたたたたたた、とかサーモンもすごく好きなの私、お寿司のネタの中で。だけどもうハマチがもうなんともう桁違いにナンバーワンすぎて、結構いろんなねネタこうそそられそうになってはいたんですけど、ハマチがあるからにはハマチを食べたくて食べたくてずっとハマチ食べてた。あとね、動画の中では食べれてないんだけど、縁側も私すごく好きで、縁側もなんかいただきましたし、すごく新鮮な縁側初めて食べましたね。美味しかった。食感が違うかった。さっぱりめでしたね。あと私が衝撃だったのが、もう一個先に言おう、衝撃の前に、あと私光物もすごく好きで、回転寿司とかだったらあんまりめっちゃ食べるってわけじゃないんだけど、なっちゃんありがとう、嬉しい。ちょっといいところとか行けた時は光物食べたりするの。だから光物もねいただきました。そうイワシ、そうだし、そうで衝撃受けた美味しさだったのがアナゴの炙り。もうね目の前でね炙ってくださって、もうパチパチパチって聞こえるの、バーナーで炙っていただいて、こう油がジュワって出てもう光り輝いてました。もうツヤツヤのアナゴで温かいし、もうホクホクのふわふわで、もう大きいし、一貫というか一つの一つがもうね最高でしたね。人生で一番美味しいアナゴだった。今のところ人生一過去一美味しいアナゴでしたかね。そう本当に美味しかった、美味しすぎた。あと昨日のオフショットでももかと一緒にこうツーショットの出してるやつでこう持ってるのがウニとイクラの合わせの軍艦、すごくない？大将さんがウニもイクラもどっちも美味しかったのね、本当に。わあどうしようどっち食べようって言ったら合わせたものをね作ってくださって、軍艦でもう2回ぐらいおかわりしましたウニとしても普通に食べて、イクラとしても普通に食べたんだけど、ウニイクラとして2貫ぐらい食べたね。美味しかった。ウニもとろける甘いっていうね感じで最高でしたよ、うん、すごいよね美味しかった、幸せだったよ。うんね、その日はもう袖で一日終わりましたね。食事お腹も心も幸せでいっぱいになったのでうんうん美味しかった。ネックレスありがとう。本当はね違うネックレスつける予定だったの今日、もうなんかつけてみたら思ったよりこうちょっと短くて、いや見ちゃいました。かな川さんかな、合ってる、よろしくお願いします。ストリートありがとう。今日ニット帽かぶってたからね、もう撮っちゃったけどヘッドホンか迷った。もうちょっと色が色味的にニット帽にした。
美味しかった。ヘッドホンもね合いそう。そう、一部と二部で変えようかなとも迷ったのよ。港川さん、ありがとう、ありがとうございます。こんにちは。お帽子はどちらに？お帽子入れのところに収納されました。今手元にはございません。前髪ね、そう最近シースルーばっかりしてる。はじめまして、今日の天気さん、よろしくお願いします。村山優香です。ね、ニット帽私普段かぶらないけど、ちょっと気に入っちゃった。もうニット帽の季節じゃなくなるけど気に入っちゃった。あとね、これストリート系のファッションもする裏話なんだけど、本当になんか色の差組み合わせとかってあるじゃん。おしゃれな色の組み合わせ、ネイビーと、まあ、カーキとか白系とかなんかいろいろあるじゃん。いろんなカーキと黒の組み合わせとかなんかあるじゃん。そういうのがどうしようどうしようと思って、トータルコーデ的に何があるかなとか思ったりして、迷って迷って、こうなんかカーゴパンツ的なもの、いろんな色のいろんなお店のを買いましたし、トレーナー系もなんかちょっとちょいちょい買いまして、何回かストリートファッションできるっていうぐらいお家に今ありますっていうね。迷って迷って今日の朝決めた。そう。ケイスケさん、 I love you、 ありがとう。そうなんかね、もう迷って、なんかどの組み合わせがなんかいいかなと思って、トレーナーとコーンと白系、コーン白のなんか感じのにしようかなとも思ったけど、でもニット帽はね黒しか買ってないの。だから黒、ニット帽黒だから合うかな。なんか私なんか結構ね、洋服チャレンジできない人だから、色の組み合わせとかね結構難しいじゃん。そうそう、だから無難な色にしちゃった。そうなの。ストリートファッション何着かできそうっていう、普通にレッスンの時使います。普通に使っちゃうんだから。うん、結構ストリート系のが好きな方とか多くて嬉しかったです。予告なしにね。なんかさ、ストリート系すごく私が悩んだのは、上半身だけしか写んないじゃないですか、お話し会って。あ、全身写真撮ったので今度乗っけるんですけど、お話し会自体はここまでの価格だから、普通のトレーナーにだけになっちゃいそうだなと思って、見た目が。そういくらカーゴパンツを履いていたとしても、ちょっとダボっとした服を着てたとしても、今も結構なんか普段のさ服と変わんなくないっていう。もうちょっとね、イエーイ、あ、ここへ来たらちょっとダボっと感あるかな。まあオンラインお話し会は縦なので、もうちょっとここ映ってるけど、けんちゃんありがとう、思いを届け、ありがとうございます。そうやっぱね、ちょっと見え方的にストリートをしてもストリートっぽくなく見えちゃいそうで、すごい悩みましたね。めっちゃ悩んだ。もう私ね、今月入った時からどうしようどうしようって悩んでました。いろいろ悩んでた。あとツーショット撮影会のお洋服もめっちゃ悩んで、青さんがショールームで言ってたと思うんだけど、
あおさんとおそろうなの、実は。あの全体がじゃないよ、一部分だけね、おそろのポイントのものがあるんだけど、それに合わせてお洋服をね、あのコーディネートいろいろね、これとこれとみたいなしてるんだけど、あのどうしようかなと思って、いろんなバリエーションのねお洋服をね今なんか探ってました。もうほぼほぼ決定です、ツーショット。まああとはちっちゃなアクセサリーとかだけを考えるのみで、まあアクセサリーはきっときっと当日になると思うので、その服を着てあこれがいいなみたいなのになると思うので、ヘアアクセサリーはもうほぼ決まってる。もうそろそろね、ツーショット撮影会だから。そうでもファーストシングルのねお話し会がね結構ねどうしようかなって悩んでる。アリスも出してたよね、早い。どうしよう、何が見たいって皆さんに聞いたらコスプレばっかり来そうで、うん、どうしよう。うんうんうん、今日話せたじゃない今日話したじゃないか。アクセサリーはうん集めるの好きかも、ヘアアクセサリーも耳も指もネックレスも、そうそう集めるの好きですね。そうどうしようかなって思ってる。だからあーで今日聞くの忘れたやん、交換しようって。ちょっと人というか誘えるようしよう。ケンちゃんありがとう、にじんありがとうございますスポーティー系おいいね。そう私ね、そう今まであまり決めてなかった時は結構もうその週とかの気分だったのね。そうだしこの間さ、あの私ってなんか結構そのお話し会髪型とか本当当日に決めてるのね、その日の気分と、まあ、洋服の感じとかと。でこの間あのツインテールの日が近い日でお団子にしたいじゃない2つの、その後になんかあ今ツインテールしたいなって思う時あったんだけど、でもツインテールの日にツインテールって予定したのに違う日にもう一回しちゃうと、あなんかあれかなと思って抑えたのね。そうなんか予定って難しいなと思ってそうなんかそうそう、だってせっかくさツインテールの日っていうので来てくださった皆さんがいらっしゃるのに別の日にツインテールするとあのわーってなるじゃん。そうだからやめました。うんそうそう、うんうん、そう申し訳ないな的な、そう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 なの、なっちゃうの難しいよね、こういう難しいよね全部秘密にちょっと待って笑うと冬が終わりちゃう全部秘密にね。浴衣の日は決める、じゃあ浴衣の日はうん決めよう、日にちちょっと出しますね。相談会、へえなんか謎のメモあるんだけどなんだこれ、点 NASA 空白つ、なんだこれなんだこれなんだこのメモ、意味がわからないNASA 点 NASA 空白つ、なんだこれ
本当になんだこれなんだけど、NASA すごいじゃん、宇宙規模なんだけど。お話し会、まあ、浴衣っぽい日は、7月21日、2日連続お話し会だから多分日曜日は次の日朝余裕が持てると思うので、7月21日浴衣の日にしますね、まず。そして8月が10、18、25、10、あ、これ7月見てた、10、18、25、あー、どうしようかな、予定が分かんないから難しいけど、7月、どうしようかな、とりあえず7月21日の浴衣は決定にしましょう。あとは10、18、25のどこかではしたいよね。10、18、25、どこが一番浴衣っぽいどこが一番浴衣っぽい10、18、25、25ちょっと夏の終わりな感じするかな、どうなんだろう。てか25最終日だから、25最終日だよ、25最終日だよ最終日の1週前とかにしとく連続じゃない方がいいかな難しいね、間取って18とか、最終日は確かに、最終日は、ね、秘密ってなるとね、ちょっとハードル上がっちゃうかもしれない、どうしよう、私服とかあ、じゃ笑う笑うと、私ね今どこにできてるかというとね、ここのね、ここにできてるの、ここでちょっととんがってる歯あるじゃないですか、そこにちょうど当たっててさ、クチッと笑うと当たる場所にあるのねこことここにあるの、痛いよそうかな、18にしようかな、25はなんか最終日だから多分夏の思い出をなんか話したい気がしない25ってどう、なんか、なんとなくわかんないけど、夏の終わりのね、18日に浴衣にしよう、前日夜遅くないことを願ってもうこれは願うしかない、先の予定わかんないから。あとはどうしよっかな、あ、携帯落ちちゃった、いいんだけど、いいんだけど、びっくりしちゃったそう、今日洗ったらダメージきちゃう感じ、なんか期間感覚的に今2日に1回の浴衣になってるから、14と23は何かしたいかもって感じだけど、何があるかな、なんかの日とかってないのかな、近くに、知らなくて、そのあ七夕こそ浴衣三着はなかなか浴衣だなでも私浴衣好きだからいいんだけどね、一生浴衣でもいいぐらい夏浴衣大好きなのさ、本当に、どうしよう、夏コーデにはなると思う、夏だから半袖とかは全然着ると思うんですけど、人生で一番浴衣って言ってそう、今日が一番浴衣でいいかも確かにね、朝がね浴衣はね着付けがありますから結構時間かかるの、なんか40分ぐらいかかっちゃう、気づけば
なので、どうしよう、ちょっとテロップ打とっかな。お話し会のお洋服決め、おはなし会のお洋服、あー間違えた、服決め、決めってなんかひらがなにしてるからかな。決め、決め、なんか見栄えが変じゃない？大丈夫そう？決め、決めの、めっか、変、なんか、ぎ、なんか喋ると、言葉にするとちょっとあれなんだけかな。どうしよう、和菓子の日なの。確かに去年ミルモでポンの時期の時にコーナーあげてた。今日和菓子の日なんだって言って、今月の和菓子これってあげてましたね言ってた。ミルモでポンの時の楽屋ずっと隣だったので、このあとそう報告してくれたもん。似てた、すごい。ハンバーガーの日、大きすぎハンバーガー香りついて誰が食べられないくらいがちょうどいいでしょう。難しいね、夏系統的に行く、系統的に、オフショルとか着てみる。こんにちは、こんにちは。あるかな、え、そういう服ってあるかな、夏、夏ってある、あるかな。ちょっと言ってみたもののちょっとネットで見てみる。ちょっと待って、まずあるかどうかがねコメント欄が面白い、見ると笑っちゃう見ると笑っちゃう。あるかな、あら混雑、はい、でも全然ありますね、全然あるね。え、オフショルってさ、皆さんのオフショルの定義ってどこまでがオフショルなんかここがあって、ここにこうリボンがついてるやつとかあるのね。そう、そこ、この範囲はオフショル。なんかそのさ時の気分で私が何を選ぶかが分からなさすぎて、あの皆さん的にどこがオフショル、オフショルそれもオフショルの一つ。あ、そうなんだ、すごい頼もしい、ありがたい。あ、なんかいっぱいありそう、かわいい。もう夏のお洋服もいっぱい出てるね。分かった、じゃあオフショルの日決めよう。あったかい日がいいな、7月14とかにしよっかな、あったかそう。まだなんか6月より、うんうん、じゃあ7月14日オフショル、ちょっとオフショルコーデ、なんか可愛い言葉にしたよね。オフショルコーデとかにしたら可愛くなってる？え、梅雨なの？まあ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 、室内は雨降ってないから大丈夫か。7月、6、7、8月の誕生日の方結構近い方多いよね。オフショルコーデ。あ、オフショルひらがなにしたらいいのか。オフショルニート。オフショル。あ、いいねいいね。埋まってきたよ。あと何があるかな。
ぜひぜひ来て来て。私ね、いつかねあれしてみたいの、猫耳のさ、こういうやつ、レノンもアリスもやってて、あの先輩方がステージであのもうしていらっしゃる、これしてみたいの。できるかな、ちょっと待って、同じ部誰かいる、でもレノンやってたから誰と一緒だ私。これかな、書いてあるかな、エイミンレノン、あ、山の美容室営業中、アリスいるんだけど、ちょっとアリスに頼もうかな、すぐ持ちできなかったら極力自分で頑張ります。頼もしい頼もしい、アリスいる、嬉しい今回あんまメンバー変わってないよね、変わってなくない？一緒だね、一緒だ、一緒だった、予約しよう猫の日どうしよう、あ、携帯映っちゃう。リンゴヘアってどんな感じなの？リンゴヘア、私小学校1年生の時ぐらいしかやった記憶がない、どんな感じなの？リンゴちゃんヘア、リンゴちゃんヘア、ちょっとなんか勇気いるな、これも多分今の気分すぎて。でも猫耳はいつかしてみたいなと思っていたので、猫、猫っぽい日、6月、まあ6月23日にしようかな、雨じゃないといいなそこの心配、雨じゃないといいな、猫耳ヘア、皆さん晴れさせて、そう髪型ね、私湿気に弱くて埋まってきた、今朝はありがとう、こちらこそありがとうね、梅雨の時期だからね、どう6月16日、まあ初日ですね、で6月23日猫耳ヘアの日、6月30日紅白です、7月14日オフショルのコーデの日です、7月20空白です、7月21浴衣の日、8月10日空白です、8月18浴衣の日、8月25日最終日という感じで今出来上がってます。うん、なしなしなしいつかはするんじゃない？コスプレも今してないだけで、うん、そうな、今してないだけで、うんうんうん、いつかはあると思う本当に、うんうん、気長に待っててください。ちょっと先の予定をあのハードル高めに。決めるとあのその時のあのライフの減りが本当にあのごっそりなくなっていくので、あのちょっと危険なので、はい、そうそうそうね、私浴衣は大大好きなので、あのすぐに決めれたけど、何かあるかな、どんなのがあるかな、うーん。まあ誰かとお洋服交換はしたいね、ちょっとそれもちょっと誰かと日程合わせて、もしかしたらさっき決めたやつもずらしちゃうかもしれないけど、誰かと交換交換で交換するっていう日かな、行ってみたい。あとは何があるかな、大人風だね、確かに服の系統的に大人風、大人風好きよ私
全然あり。バチバチに決めてるゆうかちゃんも。どこぐらいバチバチ？今日以上バチバチ。難しいね。どこぐらいまで。あ、パジャマね、今日言っていいのかな。美月してた、可愛かった。いやー、どうしよう、迷うな。制服ね、制服多いよね。制服で空白があって、多分結構その時の気分でね、私が制服したいってなったらする日もあるかもしれないし、そう決めちゃうとね、あの緊張しちゃう決めると緊張するっていう。どうしようかな。ヘッドホンはね、あのお兄ちゃんのパクったので、パクったというか、まあパクったので、あの手元にあるかどうかがちょっと不安ですね。そう、あのお兄ちゃんが忘れてて福岡に、あの持ってきたっていう感じです。あのそう、お兄ちゃんに返すかどうか次第。そうそうそう、アウターに引き続き続いてね。そうそう、ちょっとお兄ちゃんの預かっている状態なので、ちょっとあるかどうかわかんない。うん、だからちょっと分かんないけど、パクるっていう言い方があれでしたね。あの預かってるんです、イヤホン、ヘッドホンに関しては。私ヘッドホン使ってないから、イヤホン、ワイヤレスね、イヤホンなので。そうそうそう、充電もしてない、使い方分かんなかった。なんかあの福岡から帰った時に、あの使ってみようと思ったんだけど、まずそのなんかさ、 Bluetooth につなげる番号を知らなくてさ、なんかどれかも分かんないなと思って、充電入ってるのかも分かんないしと思って使わなかったヘッドホン、うん、借りてるってか、うん、持ってるだけですそうそうそう、どうしよっかな、何があるかな、やってみたい、夏やってみたいこと、うーん、難しいね。ワンピースとか、ワンピースいっぱい着そうだよね。確かにワンピースの日って決めちゃってもいいの。こういう遠慮しないとこ、まあ兄弟だからね。兄弟じゃなかったら遠慮するよ、もちろん兄弟だから遠慮ないね。うん、麦わら帽子、麦わら帽子、お、歌っちゃいそうになっちゃった麦わら帽子似合うかな、私。お兄ちゃんと服交換する日も近い。交換、私の服がお兄ちゃん着れるかどうかだよね。まあこういうのだったら着れるかもしれないけど、お兄ちゃんの着るのできるよ。お兄ちゃんが私の服着ることができるのか、どうなのか。どうしよう、一旦これにしよう。またちょっと日を明けて考えてみよう。とりあえず煮込み耳ヘアとオフショルコーデと浴衣、浴衣の日は決めれたので、うんうん、とりあえず次の告知の機会があった時にこれ出しますね。ぜひあのその、あ、スクショしちゃった、スクショしなくていいのに、間違っちゃった。その時は拡散ぜひお願いしますです。はじめまして、パンズGさんかな、よろしくお願いします。常に激アツ、そりゃ嬉しい、もうありがとう、嬉しい。変更があってもいい、優しい、皆さんありがとう。ちょっとその時の気分の日とかもちょっと出てくるかも。
ね、浴衣大好きだから、まあ、一生言っちゃう。もう浴衣大好きだから、浴衣のね、あの柄とか決めるのもすごく楽しかった。去年は白と黒着たから、ざっと見の色ね。今年は、まあ、青とかピンクとか赤とか、紺は着たことあるしね。着てない色を着てみたいね。何色、紫とか、まあ、白に水色とか白になんちゃらとかもね、なかなかないし、いろいろまた探ってみます。確かに大人っぽい柄もね。そうそうそう、城下町とかにいそうな子になりたい。私はお団子売ってる城下町にいそうな子になりたい。タイムスリップして城下町にでお団子売りたい。本当にお団子屋さんになりたい。前世そうだったらいいなと思ってる。本当にお団子売りたい。こだわり強すぎ。ああ下がっちゃった。そう、お団子売りたいのよ。なんでかわかんないけどお団子売りたい。また楽しみにしていてください。まあモノトーンコーデとかそういうのは書くことはできるけど、かあのね、予定にも多分ちょっとテーマ的に皆さんの楽しみちょっとまだ足りてないよね。多分ね、足りないよね。だからもうちょっと考えますね、空白の部分は。ありがとう、手伝ってくださって、いろいろご相談に乗っていただいて。期待しちゃうよね、期待に応えられるかちょっとわからないよね、ということで、あのとりあえず空白でいきたいと思います。残りの日は半分決まったのでよかった。またなんかね、多分まださ、ちょっと先の予定が全く分かんないからあれなんだけど、また多分8月頃になったら8月の何かねイベントとかも分かるかもしれないし、あの本当にあの似合わせとかじゃなくて本当に私も知らないので、あのちょっと何も分からずな感じだから、ちょっとね楽しみに待っててください。ということでテロップ消します。ありがとう、一緒に決めてくださってありがとうございました。助かりました。そう、まだ先だよね、まだ先だとか言いながら気づいたらその日になってるっていうのがいつもの流れなんだよね。パジャマの日、私のパジャマ、パジャマっていうパジャマじゃないもん多分、分かんないと思う。パジャマってなるね。モコモコのパジャマかわいいよね。私の中ね、あんま着ないかも。動きやすさ重視しすぎてるかもパジャマは。あ、テロップまた出た。なんで？ちょっと待って、ちょっと待ってね。ただいま、なんかお話で、え、なんかさ外テロップ出るんだけど、あさっきから出てたっけ、これいつも出てるっけ、何もしてない時。なんかなんだ、なんじゃこりゃ、どうやってやったらいいんだ。テロップ削除って押したもね、あの10秒後くらいにまたファンって出てきそう。消えた、今消えてる、今いい感じか。
あ、出ないね。よかった。じゃあやっと消えたのかも。気まぐれだ。ちょっといつかわかんないんですけど、なんかある時間になったらピーピーってなるかもしれない。ご飯が炊けましたってなるかもしれないんですけど、気にしないでください。どんぐらいで炊き上がるかわかんない。今日はネバネバ丼を食べますよ。なんかすごくその気分だった。ネバネバ丼の気分だったので自炊。うん、オクラ入ってない。オクラ、そう、オクラ一番好きなんだけど、ちょっとオクラ入ってなくて、控えめネバネバ丼。そう、納豆ネバネバ丼の時だけ私納豆ご飯食べれる。普通普段の時も納豆ご飯食べれるけど、好んで食べないのね私納豆ご飯。別々の方がもっと美味しいって思っちゃうから。お、え、嬉しい。この間言ってた12人分のイラスト、ちょっと後で見る、見たい。納豆とメカブと合うか分かんないけど、まあ、私はそんな苦手な組み合わせとかきっとないと思うので、 あと卵と、あとネギトロ、ネギトロ入れたいと思います。そう、そのためにせっせかせっせかスーパー行ってきた。最高じゃない。ネギトロあったらネギトロ丼にしそうだよねっていうね。わかんない、ちょっと納豆とメカブ入れるかわかんないけど、ネギトロ食べたくなっちゃって、ネギトロネギトロと思って行っちゃいました。ご飯も久しぶりに炊いて、白米もねすごく食べたかったので。うん、ちょっとメインネギトロかもね。もう納豆さ、もうそうそうそう食べようと思ってます。そう、せっせかせっせかで、残った白米は多分わかんないけど、まあ予定的にどうなるかわかんないけど、あの皆さんからいただいたハートのステーキ食べたいなと思ってる。近頃食べたい気持ちではいる。明日お腹どんぐらい空いてるかわかんないから、わかんないけど。うん、お肉は今凍ってる。美味しかったの、すごく。皆さんからいただいたステーキが、私ネギトロ好きなんだよね。お寿司屋さんのネギトロめっちゃ絶対一回は頼んでるかも。ハートのステーキまさかの2個入りでね。そう、びっくり仰天の2個入りだったの。だから1個も食べて2個目が残ってる。そう、ハートのステーキさ、写真撮ったんだけどさ、モーメントにもあげれるほどのほど綺麗に写せなくて、うん、周りにさトマトとかお野菜とかのっけれればよかったんだろうけど、ちょっとその時なくて、肉って感じだったから、ちょっと皆さん的にこう開いて肉だったらちょっとびっくりしちゃおうかなと思って、細かいさ、なんか繊維とかまであったらさ、なんかちょっとドキッとしちゃわない？食べ物でも。私は肉だと思って開くから大丈夫だけど、そう、ちょっとうまく撮れなかったのでないんですけど、写真は撮ったよ。5枚ぐらい撮った。そう、1枚食べてももう1枚あるっていうこの幸せがね、ほんとに口内治って食べたい気持ちもあるね。言われてみれば、言われてはないけど今思えば、あ、肉きますっていうね。確かにその手があったか。ステーキ美味しい、ステーキ美味しいけど確かに痛そう。なんかさ、ご飯単体で取るとすごい近いからさ、
めっちゃ細かく見えるのね、こう細かいところまで見えるからびっくりしちゃいそうだと思っちゃってお腹空いてきたね、そんなこんなでね。そうそうそう、うまい、ステーキはステーキ、ステーキすぎる。5時に始めたか。ご飯っていつ炊けるの？でまだ完全にお腹空いてないから、完全にお腹は空きたいよね。早炊きしてない。え、ちゃんと炊飯って押したよね。ピーッとは言ったけど、ボタン押した時、え、押したかな。いや、押してると思う。押してるかな。見てきてもいい？ありがとう。じゃあ一緒行ってくる。炊けてた、もう炊けてた、本音になってた。いつなった？全然気づかなかったね。全然知らなかった、ご飯炊けたなんて。炊けてた、もうなんか本音になって、いい匂いした。ちょっとお腹空いてきた。でももうちょっと配信するようかな。本音になってた、うん、とっくの昔に。うん、やったね。聞こえなかった、私も。蒸らすと美味しい、確かに美味しいね。白米、白米ね。ありがとう皆さん、優しい。あ、ご飯いってらっしゃい。今日ご飯の話して、お洋服の話して、ご飯の話してる。違う話してみない？最近何かあったかな。うーん、最近何が上がったとか言っちゃった。何があった？お、映画いいね。あ、てかそうそうそう、この間ね、皆さんにおすすめの映画をね、教えていただいたんですよ。もう全部保存しました、ありがとうございます。そしてついでに家族にもシェアしちゃいました。すごいたくさんね送ってくださって。私がね最近ね見たのがね、ちょっと全部は覚えてないというか、多分記録に残せてないかもしれない。どいてみるんだ、これか。あれ、ここじゃない。どいてみるんだ。うん。あ、これか。視聴履歴？視聴履歴で見れる？この間は砂の塔というドラマをね。ちょっと前の昔のね、ちょっと前のドラマなんだけど見てみたり、 N のためにというねドラマ、これすごくね来てました。 N のために面白いよって、面白かった。そうそうそう、
で、あとね、そうそうそう、そうそうそう、合ってます、いくらななさんですね。あと薬屋の独り言、アニメだけどねこれは、見てたり、あとミキとダリっていう双子の、これアニメです、ドラマもアニメもね結構サスペンス系ばっかり見てるんだけど、ミギとダリっていうのすごく面白くて、私そうおすすめにあったの、私もおすすめにあって、開いてみたらすごく面白くて、2日3日で見終わった。10何話完結、多分完結してると思うんだけど、1話からね結構引き込まれますね、面白い、そう面白かった。あと「早々のフリーレン」というものも今ちょっとずつ見てます。そう面白い、確かにアニメ多いかも最近だと。ドラマはさ、アニメより1話が長いから多分進んでないだけ。あとこの間ね、この間いつかちょっと分かんないけど、ちょっと前かな、水曜日が消えたっていう映画見てみました。そう、ミュー404だっけ、見ました、私見たよ、面白かった。アンナチュラルとなんか世界線というか同じ世界線の中でやってるみたいな感じなのを知って、アンナチュラルから見てミュー404も見ました。ドラマ見ましたね。罪の声というのも見ました。ドキドキした、10回ぐらい止めた、ドキドキしすぎて。そしてバトンを渡されたは私映画館で見たんですよ。いつだっけな、映画館で見たんですよ。もうめっちゃ泣いた、もうね、もうドーって泣いてためちゃめちゃいい本も持ってる、めっちゃ泣けます。そう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 、めちゃめちゃね面白いです。アンナチュラルとミュウは、そうミュウのある輪の中でアンナチュラルのなんか世界線がちょっと入ってくるんだよね。すごく面白かったです。あとはフリーレン面白い、そうまだちょっとあんまり進んではないんだけど、すごくおすすめに流れてくるから面白い、見てます。そうそうそう、だから見てる。バトン、そうもうねめちゃくちゃねいい話すぎる。あ、海外ドラマあんまり見てないですね。だから字幕系は時間がある時に見ようと思ってるの、耳だけとか。まあ結局ドラマとかもあんま耳だけのことないんだけど、でもちょっとねやっぱこう字幕は気合を入れて見ちゃってるから、あんまり他の話に比べほなほんじゃじゃ他の作品に比べたら見てるものは少ないかもしれないです。キャラクターも見ました、これねリコにおすすめしてもらって、私がサスペンス好きだからね。そうもうキャラクターも怖すぎてめっちゃ止めた、もうあれちょっと怖ってなってた、怖ってなってた。でも話は面白かったです。
だ映画館だったら私多分こうやって見てる。でも一人そう映画館だともうこうだったけど、お家で見たので止めて休憩でスタートっていう感じでこうはせずに見ましたよ。7期始まるの？それは見る。7期ヒロアカずっと面白いんだけど、本当にずっと面白い。そう、キャラクターは怖いです。めっちゃ怖いけど面白いです。やっぱ演技が引き込まれますね。そうね、あすごい。もうちょっと下に行ったら私なんか可愛いアニメいっぱい見てた。うちの三姉妹とか見てるんだけど。そうそうそう。変な家？変な家。あれ、多分これじゃないな。ね、あるねものとねないもの、私のねサブ入ってるサブスクにあるものないものあるから。そうなんだよ。あ、そっか、今やってるのかじゃないか。そうそうそう、ちょちょちょ、正直不動産。どう、不動産、不動産系関わるお話なんか前あったよね。見てて好きだったなっていう記憶があります。うんうん、ねえ、楽しみ。あ、そうかも。あ、イエロー女かも。見てましたね。見てた。それです、それです。うん、そう、知らないのとかもね。そうだよね、私も世界広いなって思ってます。こういういろいろね、なんかこう今私はね結構最近ドラマとかはランキングとかでしかねなんかうまくつかめなくて、面白いものとかランキングとかサスペンスミステリーの欄で見たりするの。そう、やっぱサスペンスミステリーだとどうしてもね刑事ものは多いね。事件系はやっぱ多いなって思ってます。リアルタイムだったら DCU とか見てました。テセウスの船とかも見てた。この時はリアルタイムで。そう。ボイス、あ、知ってるかも。ボイス、ちょっと待って、知ってる気がします。見てみますね。私はじゃあ何とか。あ、レダーシグナル、なんだっけ、なんだっけ、出てこない。無線機、そうそう、無線機で過去と現在がつながって事件を解決するっていうシグナルは私多分全部見てる気がする。 PICU 私も泣いてたな。泣いた、めっちゃ泣いてた。後半につれてどんどん涙が多くなってくるっていうね。そう、
トランスシーバーみたいな言いません？合ってる。シグナルすごく面白いですね。そういうねハラハラ系、めっちゃハラハラドキドキ系。トランシーバーだ。数入んなかった。ちょっとカタカナ弱いな。私の好み偏りすぎだよね。マイホームヒーロー聞いたことあるよね。聞いたことある。お、すごい。サスペンスってもうあれで書いてある。なんだ、なんか告知みたいなところでね。そう、私ね犯人突き詰めたい感じ、まあ、全然ね突き詰めれたことないんですけどね。私は結構物語に振り回される系の。あ、箱詰め見てたよ、リアルタイムで。面白いね。その後のアニメも見ましたね。こんばんは、こんばんは。教場はね1というか初めのものはね見てて、2と言われるもので合ってるかな。から追いつけてないか。見てみる、面白いよね。だからなるほどって思うよね。その警官の警察官さんのなんか教えというか、うんうん、厳しい世界でね。うんうん、おお、相棒もやっぱすごいね。私も学校終わりとか見てた時もあったかも。あと科捜研の女見てた。いつ見ても事件解決してくれるから割と面白いですね。結構見てましたね。ちら、こんにちは。今日はストレートです。そう、学校帰りにね見てましたね。絶対東京ドックスだったのかな。そう、結構ね見ますからね。お迎えです。おお、幽霊見える感じ。ストーリーも私結構好きよ。今日はストリート系です。ニットをかぶってたの今日は。実はもう撮っちゃったけどね、室内だから。眉毛さん、こんばんは、よろしくお願いします。初めまして。事件だわ、事件だわって。間に合った、お疲れ。タイムスリップ系好きだな。私ジンっていうドラマめっちゃ好きなの。なんかね終わり方も好きなの、めちゃめちゃ。もう もちろん一番一番のストーリーも好きだし、もうなんといっても終わり方もうね、すごく印象的、めっちゃ好きなの。再放送2回ぐらいね私ね、あったの。
中学校ぐらいの時の夏休みと高校生の時の夏休みとか、でも夏休みじゃなかったかもだけど、なんかねあって、主題歌、あー分かる分かる、すごく分かる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 、すごく分かる。ジーンはめちゃめちゃ好きですね。あのジーンを見た後に私は YouTube であの江戸時代カラー写真調べて、あの昔の白黒写真をカラーなんか AI でカラーにしてたりしてる方のなんか YouTube が出てくるのね。それで私はあの江戸の町並みに自分がいるかのようにジンのロスを回避してたってぐらい見てましたね。でもドラマ中はこうキャッワッワッってしたらクワーって感じですけどね。もう話が面白くて本当に美しいですしね、女優さん皆さんが美しいんです、本当にめっちゃ好きです。ね、医療系のさドラマとかこの間ふと思ったの、医療系のドラマとか見てたら知識がねこうだんだん私身についてきて、もしこう道街中で何かあった時に自分は人助けできるのだろうかっていう考えてた。でも何も覚えてないなと思って私は何も知識としては身についてないなと思いました。もう待ってるね、あのアットマークのタグ付けかなが一番私目に入ります。ぜひ教えてほしいです。コードブルーも見てました。コウノドリね、私ね見たことないのよ。でも、ね、めっちゃ感動するっていうの聞いたことあって、私のお母さんあの毎回泣いてたから、あのもうね言葉聞いただけで泣くって言ってた。その時ね見てなかったのよ。なんか昔さ涙腺今ほどさなんかよく泣く子じゃ、なんだろう、その物語とか見てあんま泣く感じじゃなかったのね。最近こそなんか映像を見ても結構涙したりするんだけど、昔は全然なそういうのなかったから、そうお母さん見てまだ泣いてるってよく言ってたんだけど、最近すごくなんかそんなこと言えないぐらいに、あの自分もなんかこうドラマとか見たらめっちゃ泣いたとか言っちゃう。泣くのめっちゃわかると思って、この鳥ちょっと見てみたくなってきたな。見てみよう。あるかな。あった、見ます。見ます。とりあえず今スクショしちゃった。私マイリスト、あのマイリストが溜まりすぎてマイリストだらけになってる。とりあえず今スクショしました。お、キメセカも終わったの？映画ってましたよね。全然ついていけなくなっちゃった。2位ぐらいまで見れてたんだけど、どうなったんだろう、ゾンビの世界。最近そうやって作品見るのにハマってます。
という話で、すごい嬉しい。なんかちょっとおすすめいっぱい聞けて嬉しかった。いいですね。今日何時までかな、何時までしようかな、わかんない、わかんないや。まあ最高2時間いっぱいまでかな、19時までのどこかで、19時までちょっとできるかわかんないけど、お腹すくまで、うん、そうそうそう、お腹すくまで。ゾンビいけますよ。うん、でも日本の幽霊はちょっと怖いかなって感じ。正反対な君と僕ってで、レノンが言ってたところ、言ってたところって言って、あ、私それ見ましたよ。見た見た見た、めちゃめちゃいいお話。ちょっとまだそんなに進んではないんだけど、漫画でね、今ね途中まで見てる。そう、カフェがあったんだと思って、めちゃめちゃいいお話。あのアプリでもね、そのためだけに、あのそのためだけにアプリ入れて、読み物をね、私結構あの見るぞっていう時に見ちゃう人なのね。でもこれはもう性格上、どういう性格かって言われたら分かんないけど、そう、私はそのためだけにアプリ入れました。レノンにおすすめしてもらって、初回は無料だよ、初回読むの無料だよって言われて、このなんか2人のテンション感がいいよね。ダンダダンダンダダン、幽霊と宇宙人、すごい世界線だ。初回無料ありがたい。あと最近ね、コナンにねおすすめしてもらった映画もね、すごく面白そうなんですよ。最近さ、サブスクで映画とかドラマアニメ見てるからさ、映画館行ってなくてびっくりしちゃう。お仕事お疲れ様。ET ね、見たことあるね、見たことあるけど、見たことあるけどちょっと前だな、ずいぶん前かもね。わかる、映画館って結局ね、いいよね。わかる、私ね去年の1月ぐらい1週間に4本くらいの勢いで、1日に2本とかの勢いで映画見てた月あったな。1月とか見てた、めっちゃ。最近何やってるか分かんない、全然ついてきてない。映画館にさ行くとさ、予告があるじゃん。それでまた、あ、この映画見に行きたい、見に行こうってなる、その循環があるよね。そうそうそう、ね、この間あの美月にコナン君を見る方々のその見るというその動詞というかを、去年はなんだっけ、潜水するって読んだよって教えてくれた。あとドラえもんが、あ、なんだっけな、ビュンとするだっけな、映画を見たことビュンとするっていうらしくて、ビュンとするだっけな、教えてくれました。そう、あるみたいです、詳しい美月は。美月って多趣味だよね、結構なんかいろいろな作品というか詳しい気がする、イメージある。ポップコーンはね私食べないね、
食べたいよ、食べたいんだけど、食べたいけど今は映画見に来てると思って食べるのやめちゃう。だアイドルやめたら食べると思う。でもそんなやめないので食べないかな。うん、キャラメル味が好きです。そう、そうポップコーンね美味しいからね、めっちゃ食べちゃうのよ。アイドルがダメってわけじゃない、私のなんだろう、そう、うんうんうん、食生活的に勝手に NG というかしてるだけ。うん、でも基本ね映画見出したら、あのそう自分的にね、そうそう自分的に NG してるだけで、お友達と行くとかでお友達と一緒に食べるとかは全然、なんかお友達と遊んでる時にそういう制限はしてないからあれだけど、一人映画の時は食べないかな。遊ぶ時は何も気にせず食べてるかも、本当に。なんか私だけサラダプレートみたいな、そういうのとかしない、めっちゃ肉食べる。一人の時が食べないよーって感じですかね。意外とね見出したらあの気にならなくなる。お友達とかだったらあの逆にあのチュロス食べたくないとか私が言う。だってこういう時じゃないと食べないんだもん。だから誘う、ポップコーン食べるとかで私が先に聞いて、お友達がその食べる系の子だったら食べよう食べようってなるし、いいかなって言ったら、あうんうんうん分かる分かるみたいな感じ、そんな感じです私は。あーメガネ、メガネつらい、暗い中で落としちゃうとね。あら、初訪問の方が連続と、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。映画館は空いてたら10時になってるところのこの辺、ちょうどちょうどこっから後ろだね、前よりは後ろで座ることが多いです。そうなの、効き目で、わあ私効き目どっちだったっけな、多分左だったかな。最近ニアジュンハマってます、嬉しい、ありがとうございます。シュートくんはじめまして、ありがとうございます。ニアジュンの間にすごい入ってください、ぜひぜひ。左右はあんまり気にしてないかな、空いてる方、あの両サイドにあの隣り合わせにならない方を選んでる、極力。あと前に人がいらっしゃらないとかの方が、そうそうそう、できる時はね。あんまこだわりないけどね。真ん中の方だったらいいかなって感じ、一席空いてるといいかなって。効き目っていうのがなんかね、どうだったっけな、こうした時に片目でこう見て動かなかった目、あね、なんか指がこう左右にずれなかった方が効き目らしいです。こう両目で見てこの位置から右目閉じた時と左目閉じた時で、私は左目、あ違う違う、右目を閉じた時が指動かないから効き目は左だって合ってますか。だったよーみたいな、なんかそんな感じで教えてもらった記憶があります。合ってるかな、そんな感じです。合ってるかな。私のさこういう豆知識的なの
なんとなくで覚えてるから。あら、ああいけてるか、ちょっと一瞬固めてた。そう、目も左っぽいね。豆知識系曖昧に覚えちゃって全部不安。合ってるかな、大将に確認、大将ですかね。 YouTube でもいっぱい確認した、いっぱい確認しました。私ブルベどっちもゆらゆらなっちゃう。両目なんじゃない、効き目が。違う指でやってみるとか、見え方変わるかも。指5本でしてみるとか難しそうあ、フルネーム大公開で待ってろね。明日個人だよね、オンライン個別サイン会だよね、確か個別だから大公開でも。ああ間違えた、押しちゃった。うんだね。個人だ、嬉しいねえ、個人嬉しいよ。明日も明後日も明後日も4日連続って本当にすごい、こんなにって嬉しすぎる。嬉しい嬉しい。本名にするか迷ってる？どうだろう、皆さん的じゃない？多分本名でサインかけるそののってなかなか多分機会ないから、個別は多分ファーストシングルのサイン会は公開ショールームのサイン会だったりするので、あの本名そこだとちょっとお恥ずかしいよって方とかは今回のような、そうそう、形で本名でというのもいいと思います。うん、なかなかない機会だと思います、個別のサイン会は。前回あったのが個別はね、あのイコノイジョイ2022かなの、あのライブ映像の、そうそう、発売が決まった時かなの時に個別でさせていただいたかなくらいなので。松さんはじめまして、よろしくお願いします。そう、ショールームの、そう、公開ショールームのやつは意図せず本名の方もいらっしゃる、まあ、その方は多分なかなか多分コメントしづらいかもしれないから、皆さんのねニックネームみたいな感じでね書かせていただくことが結構多いから。お、チームだ、お、ありがとう。あれ1時間半 ?2 時間くらいのね配信でどこでね名前をお呼びするか分かんないもんね。私もあれ何順になってるか分かんないもん。あいうえお順ってわけでもないので、同じ方がこう交互にねなってたりっていうのもあったり。そうそうそう、お顔でね覚えてる方とかもいらっしゃいますよ。堂々とコメント、いや嬉しいよ、ありがとう。やっぱねサイン会の時にねコメントあるとすごく嬉しいです。あのいらっしゃるとねコメントもやっぱよりなんだろう、確信と
確信にもつながるし、あのなんだ、細かくお届けできる気がする。細かいところことまで言えたり、まああの個人情報は出さずによ、もちろんできる気がするから、あの公開のねショールームのねサイン会もすごく、やっぱ私結構ね絵文字とかアバターで皆さんのことを覚えたりすることも多いので、あのサイン会とかだと絵文字は入ってないじゃないですか。そういうのでね、あの皆さんのお名前の雰囲気がねガラッと印象が変わっちゃったりする時があるの、ね、サイン会であのいるよーってなってると嬉しいってなります。もちろんねお仕事とか用事でね、あの時間いけないんだって、ね、教えてくださってる方とかもいらっしゃるので全然無理はなさらずなんだけどね。そう、虹と風船とかね、絵文字とかアバターとかねないからね。時間かかる名前でも全然 OK ですよ。OK ですけど、少しコメントの時間が短くなっちゃう可能性はあるかもしれない。わかんない。ちょっとその私のもう書くあれによるよね。このさささささのあれによると思います。書けるスピードによると思います。できる限り頑張ります。そうそう、気合は十分ですよ。あだ名、あだ名か。もう今書いちゃうとまた一から覚え直しになっちゃうのもやだ。やだやだ。結構ね皆さん覚えてる方とかいらっしゃるからね、変えなくても自信持って。自信持ってて。いいよ。チョリノスケさん、はじめまして、よろしくお願いします。対戦お願いします。こちらこそお願いします。わかんない、どうだろう、私が記憶更新を頑張るのみなので、はい、頑張りますね。左利きはうん、そんなことはないけど、たまに文字こすれちゃってる時はある。私はもう慣れたからなんともないけど、そう、擦れちゃったっていう時はあるよ。書きづらくはないかな。うん、右手だと字ガタガタなっちゃう。まあ、縦書きは書きやすいかもね。それはあるかも。確かに。大体横書きが多いけど。あら、ありがとう。最近ね、すごい配信も来てくれてて。嬉しいよ。見つけてるよ。ありがとう。夏休みの宿題？縦書きの科目は1教科しかないからね、他全部横書きだから手真っ黒だよ。でも手真っ黒になった分、ここがねこすれて黒くなっちゃうんだけど、なった分あの頑張ったーって感じがするので、私は嫌じゃない。やった感はめっちゃ出るよ。もうね、もうすごい時は私筆圧もすごく濃いから、その分ね、あの黒くなりがちだから楽勝。あ、昔ね、なんか右から書いてみたりもあった。私ってそういうことはね、あの一通りやってますよ。右からなんかノート書いてみたりもしたけど難しいね。難
難しかった。したことはあります。45分になったら壇上見しようかな。カオだなんてありがとう。心を込めてお名前書かせていただきます。嬉しい、ありがとう。すごい、側転、側転やるとき、なかなか私側転するときどっち側か分かんないや、自分で分かってるのすごいな。外暗いの？気づいたら側転。ツアーでね、リコとマイが側転、あ、側転か側転かな、ちょっと技の名前わかんない、側転だと思う、やってたじゃないですか。それで、ね、あと一人絶対かいけないみたいななって、ロンダーとかな、そうそう、技をしてたのよ。で、誰かもう一人いける人みたいな感じで、その時のメンバーが残ってたのがレノン、ジュリー、アオイ、私、4人のうちみたいな、どうするみたいな。で、行けてみないよみたいなだったけど、なんか体の節々が痛くなりましたね。できてたどうかも分かんないし、なんか節々が痛くなりましたよ。鈴音さんかな、素敵なお名前ありがとうございます。よろしくお願いします。カズさんも初めまして、よろしくお願いします。うん、そうそうそう、難しいね、なかなかね。そう、私ね、できそうでできないもの多いと思う。うん、昔だったらできてた。もう今はもう体が重たいです。昔はちょっと軽々ぴょん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 してたからあれなんだけど、今もうね筋肉が本当になくてびっくりするぐらいなくて、なんか踊っててなんかもうね、おーとととーってなりそうだもん筋肉ないのよ。レノンのような体幹欲しい、本当に。体幹やってもやっても体幹つかない、もう相当すごいんだろうなって、相当なんか空手で鍛わってるんだろうなって思う。レノンの体幹は特に、無謀人の Watch me くるっ、無謀人のくるっくるっターンのところ、もうねレノン本当にすごいから顔がブレてない。体幹すごい。ね。すごい、本当にすごい。欲しい。あら、どうも村山です。村さみさん、よろしくお願いします。同じ名前だね。遠い親戚かも。レノンはねすごいよ、本当にすごい、多彩、もう努力もあるしセンスもいいし才能もある、すごい、やっぱすごく努力家だなと思ってます。うん、みんなだけどねそれはね、うん、すごい。いやん、ありがとう。まだまだですよ、頑張ります、まだまだ。45分ありがとう、はいはい、ありがとうございます。ではそろそろ壇上見終わしていきたいと思います。あら、富士さん、あら、はじめましてか、はじめまして、ペナントまでありがとうみんなすごいよね、本当にみんなすごいからね、たくさん勉強になりますよ。ということで10歳の方から壇上見いきます。10歳おちょこちゃん、ありがとうございます。12いのちさん、ありがとうございます。11ゆうとくん、ありがとうございます。
10位ソキ君ありがとうございます。9位酸っぱい桃のセックさんありがとうございます。8位ハクちゃんさんありがとうございます。7位あやなどしちゃんありがとうございます。6位まーさんありがとうございます。5位りゅうさんありがとうございます。4位しげちさんありがとうございます。3位し、ごめんなさい、3位なーちゃんありがとうございます。2位ゆうかだけのかんちゃんありがとうございます。そして1位けんちゃんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございました。ということでこっち向きでしてたらよかったのか。今日も見てくださってありがとうございました。素敵な日曜日になりました。また夜今日のショット投稿しますね。まあ夜だけど、ちょっと何時頃にいるかわかんないけど投稿します。ではでは、またね。今日見てくださってありがとうございました。バイバーイ。また明日サイン会のある方はぜひぜひよろしくお願いします。バイバーイ。